営業は今月いっぱい。来月には丸ゆう百貨店として再スタートを切る鳥取大丸では、ご愛顧感謝セールが行われ、次々と客が訪れていました。店内では70年以上親しまれた鳥取大丸や、かつての丸ゆう百貨店の写真も飾られました。なんていうか、寂しい気持ちはあるんですけどね。また新しくね、出発っていう意味でいいと思います。鳥取大丸に連なるバードハットでは、地元の商店街などがイベントを開き、かつての縁日のようなにぎわいが生まれました。鳥取大丸への感謝と丸ゆう百貨店の門出を祝う気持ちです。長年鳥取大丸様はこの鳥取駅前の顔であったと思います。我々も含めて思い出がいっぱい詰まった場所だったと思ってますので、今後もそういうエリアであり続けるように我々も一緒になって盛り上げていきたいと思います。鳥取大丸としての営業は31日まで。来月3日に丸ゆう百貨店としてオープンします。